ということで、アーティスト TV、4回目の放送になりますけども、今回はですね、まあ、この4月度に、まあ、行ったイベントであるとか、どんなことをしてきたかっていうのを、まあ、また紹介したいなと思うんですけど、まず4月の6日に、大阪で、ありました大阪墨祭っていう、タトゥーのコンベンションなんですけども、これも本当に日本でかなり大きいイベントの一つで、タトゥーコンベンションとしては本当にもう日本一位じゃないかなというようなぐらいの、内容になってます。その時の模様をご覧いただいて、で4月の20日に、ワークショップ、今回はゾンビメイクのワークショップをしましたけども、難波事務所で初めてのワークショップということで、まあ、そのご紹介をして、4月26日に、大々的に行いましたモンスターナイト、まあ、これはボリューム2ということで2回目の、モンスターナイトなんですけども、まあ、そういう仮想イベントですね、それを4月の26日に行いましたので、その模様等々をご覧いただきたいなと思います。それではどうぞ。Thank you.
ますね。どうみんな。え、誰に来ます。あ、出た。ポリスナさん。仕事しようで、つなっち。あ、ニート。びっくりした。ニートですよ。自分のこといい子ですね。言ってるから。すごいな、細いな。羨ましいな。見事に審査員、見てみよう。どこで、マイクで、どこで出られました。堀友さん、いろいろ質問があると思います。もうちょっと前の方に。そや、お互い困ったんだよ。ブロウィン、ロングブレス、すごい、すごい、怖いけど、あの、いよいよ、私は、前の方に。これはどちらで、いろんなやろうね。当たるか、どうですか。堀友さん、そう、みんなにちょっと喋ってもらって、今後どうか増やそうと。あ、まだ読んでない、まだ読んでない、ちょっとまだ読んでないから。あ、じゃあ、随分の撮って撮って、ちょ、俺も撮るからな。それではですね、ここでいつも恒例になっておりますけども、このイベントの主催をしております、経営スタイルタトゥーのホリデーさんにコメントをいただきたいと思います。皆さん大きな拍手よろしく。ありがとうございます。会場上、おられる、お客さん皆さん、今日は、最初ちょっと天候も悪かったんですけども、大勢の方が来ていただきまして、イベントを盛り上げていただいたことを心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。それと参加していただいた本日の皆さん、お疲れ様です。毎年遠いところからも来ていただきまして、本当にありがたく思っております。もうあと時間も残りわずかですけども、また来年も、来年に向けてまた一層精進しまして、皆さんに楽しんでいただけるイベントを作っていきたいと思いますので、皆さんまたご協力のほどよろしくお願い申し上げます。本日は皆さんどうもありがとうございました。はい、今日は4月の6日、ここですね、すごいイベントにやってきまして、もうこれね、なんか本当に最大級のタトゥーイベントということで、今回ゲストに堀圭さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、何回目のこのイベントで、これはね、もともとから言うと、はい、元々から言うと、もう10何回してるんですけども、うん、こういうちょっと大きい形にしてからは、はい、5回、6回目ぐらいだと思います。もう毎回ね、すごい規模でされてるんで、で、今回もね、よしてもらって思いましたけど、お客さんもすごいですし、もう全国からね、タトゥーアーティストさんの方が来てますんでね、かなり人がもう、わーなってまして、盛り上がってましたですけども、この何か最大の、なんていうんですかね、魅力もっていうのは何なんですかね。魅力というよりも、はい、まず盛り上がるのは、はい、大阪人の気質だと思います。僕は、はいはい、この騒ぐのが好きと、はい、甲子園 のライトスタンドのそうですね、そういう、コンテストの方もね、飛び入りでもわーっとこう、ね、はい、出てきてくれますからね、はい、だからそういう、うん、関西人、大阪人、関西人の気質にはだいぶ、はい、このイベントは助けてもらってるとは思いますね、はい、なるほど。関東の方でも大きいタトゥーイベントが一つあるんですけど、はい、僕はそちらの方には行ったことないですけども、みんなの話を聞くとやっぱり大阪の方がみんなのノリがいい、はい、盛り上がってると、お客さんのノリがいいって、本当にね、これやっぱり関西からいろいろ情報発信するっていうのは僕らのね、もともとの趣旨なんで、そういったところですごくご尽力されてるんで、これからもぜひぜひ何回もこうね、続けていっていただきたいですし、です、ね、はい、また僕らも何か特殊メイク的な部分でこう参加していいのかどうか分かんないですけど、全然全然もう、はい、それから参加していただきたいなと思います、はいはい、
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ゾンビメイクをするときに、大きく分けて、その、例えば、ペイント。ペイントっていうか、カラーだけでその陰影をつけて、ゾンビを作っていく。で、プラス、ここにペイントプラス、例えば少しの、なんていうか、造形というか。こういう風にならないように。ここの幅が大きすぎると、偽物の肌の部分が大きすぎると、やっぱりパッと見た時に偽物っていうのが分かりやすくなる。できるだけここの幅。ここの幅を狭くなるように、考えてもらいたいのと、で、あとはできるだけこう綺麗にこの肌とワックスの部分っていうのをできるだけ自然にこうなじませてほしいですね。これでまず下地ができた状態ですね。で、ここはまあこういうところなんで指でやりました。で、ワックスはやっぱりその硬くないので柔らかいので筆とかでやると筆跡がつくんですよ。なので赤と青に関しては指でやりましたけど、この茶色に関してはこの中に入れる色なんで筆を使います。で、この中に入れるときも少しこう引っ張って中身もうちょっとこう露出させてですね。で、その上から赤を足します。最後のあの爆発してからのやつ。そうそう最後のシーン。一番最後の。よれよれな感じ。ちょっとこの辺だけローンで。I'm not going to be able to do that.
こんな格好してるけどもこのモンスターナイトとは似つかわしくない音楽をやってるのよ。みんなよろしくね。かわいい。かわいい。はい。さあ今日は見て、このあそこには飛べない豚もいてるし、その後ろには白塗りの女子高生なんかもいちゃって、あそこにはマスクを外すとイケメンなモンスターがいてるわさあジャックスパローもいてることだし、みんなじゃんじゃん盛り上がっていくわよ。お酒なんかも飲んじゃって、エプロンズはいつも飲みすぎてベロベロになってるけど、今日も昼から飲んでベロベロよ。張り切っていくわよ。みんな準備は OK？ こんだけ盛り上がったのにそんなにキャーっていう曲じゃないけど、ごめんね。いくわ、いくわよ。Oh, that's it.
Sorry, we're hit the hot babies yeah! Feel so good, I feel so good. Yeah.
感じで、見ていただきましたですけども、いかがだったでしょうか。またですね、次5月の模様もまた5月の末に、放送したいなと思うんですけど、まあ、今のところ5月はですね、まあ3日4日5月の3、4とペット王国っていうところで、まあ、ペットに、まみれながらこう、まあ、キズメイクペット王国でキズメイクしていいのかっていうところなんですけど、まあ、そういうイベントに行ったりだとか、5月の24、25はツム天閣というまたね大きなイベントがあります。まあ、そちらの方でも、まあ、何かしらまたゾンビをするのか、まあ、そういったイベント、どういったものになるか、まあ、内容はね分かんないですけど、そういったイベントも参加を予定してますし、まあ、ちょっとまだ言えないような、ライブに行ったりだとか、あとちょっともうアンダーグラウンドなイベントももしかしたら参加するかも分からないので、そういった部分をまた5月末に放送したいなと思っております。で、モンスターナイトの方はまた6月の6日、場所はまだね、この時点では決まってないんですけど、6月の6日にモンスターナイトボリューム3をやろうかなと思ってます。モンスターナイトの方は本当にいろいろ皆さんこう来てほしいので、どんどん遊びに来てください。で、一応ドレスコードはありますけども、そんなに敷居高いもんじゃないので、白塗りとか、まあ、ちょっとした傷メイクとかでも全然入場 OK なので、どんどんね遊びに来てもらいたいなと思います。それからワークショップの方も、また5月の18日あたりに、する予定ですし、またそのあたりも来ていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではアーティスト TV 第4回目放送ありがとうございました。